Welcome to Her Confidence Her Way podcast. I am Emiko Rasmussen, a mindset expert and a business transformation coach. I am obsessed with helping you to break through your limiting beliefs and show you what is possible to be, do, have anything that your soul desires. If you are ready to uplevel your business and life, this is the podcast for you. Just a quick reminder, we don't make everything beautiful here. We are keeping it real. There is no magic, no easy shortcut, and of course, no overnight success. But that is okay. We don't have to do this all alone. Are you ready to become limitless? Let's go. Hello, beautiful souls. Thank you so much for listening to Her Confidence Her Way podcast. 皆さんこんにちは。今日もこのエピソードを聞いてくれてありがとうございます。このエピソードって今もう本当に数で数えたらすごく数えきれなくて、で、まあ、数えきれなくてもちろん数は書いてあるんだけれども、でも私のこのポッドキャストってもう本当に常に進化している、なんていうの、この英語で現在進行形っていうんですか、 right? It's growing. I am being, I am becoming, I am getting better, right? もうすべては成長なんですね。だから人生の中でこの自分の生きるね、ミッション、パッション、目的だったりとか、なんて言うんだろうな、この自分がすべき、生まれてきたには理由が、私は本当に皆さん一人一人あるって思っていて、でよく私はクリスチャンとかではないんですけども、よく聞くのが God never created you just as an extra、 だからあまりとして皆さんはクリエイトされてないっていう風にね言ってて、私も本当にそう思うんですね。で、もしかしたら生まれてその成長している過程で何かしらの、何かしらこう辛い思いとかがあって、今そういうふうな思いをされてる、なんだろう、私は愛されなかったとかね、私はこういう成長、過程で育ってきてこうだったとか、いろいろあると思うんだけれども、なんかそこを超えてきた、そこに必ず何か気づきだったり発見だったり、いろいろとあると思うんですよね。だからみんな私たちってこうバックグラウンドが来た道、通ってきた道が違くて、でもそれがみんな違って、みんな違うからこそお互い助け合えるし、お互いこう理解できるところだってあるし、なんかみんな同じだったら本当につまらない、ロボットでつまらないし、ね、だから私たち本当にこうやって生きてきて、そしてこのようにして、特にポッドキャストで皆さん私の声を聞いてくれて、そこで本当にね元気とかをもらいましたっていうメッセージもねたくさん本当にいただいて、なんか私はこのポッドキャストですごく人生も変わったって思うし、またはね、ポッドキャストを配信しない側で受け取る側も、いろんな人の言葉だったりとか、人生のね、人生談を聞いて、何かこう、見える世界が変わってきたりとかする。で、これは、なんか、すごいことだと思うんですよね。たまたまどこかで、ポッドキャストで、このポッドキャストを見つけて、またはね、他の方でね、大好きなポッドキャスターさんがいて聞いていたら、そのポッドキャストでも何でもいいんだけども、たまたま見つけて、そこで人生が変わって、で、またそれでもし皆さんの中で発信したいと思って行動をとってポッドキャストを始めた人、で、それでまた同じようなサイクルを繰り返してね、自分が今度は発信する側になって他の人をサポートして、Like, we all have something that we can shine. We are meant for something. だし、we are meant to grow.私たちは本当に成長していくため、人間って本当に成長がないと意味がないというか、なんて言ったらいいのかな、
こうセロ落ち着くために収まるために私たち生きてないと思っていて、だからこそ何かこうやろうかな、何か今までやったことないことをやろうかなと思ったら、そこに fear ね、fear のサイン、危ない、危険、怖い、いろんなサインがあって、それはやっちゃいけないっていうサイン、まあもちろんそういう時もあるけどね、ここ飛び降りても大丈夫かって No, right、まあ、その辺は自分でもちろん判断できるけども、やったことのないことでフィアがかかって、それは本当に危険だからのフィアなのか、それとも自分のアイデンティティの、ね、守ってくれるアイデンティティがいて、そこで No, no, no、 そんなことやらなくても今の状態で全然大丈夫なんだから、そんなに辛い思いしてまでこんなことしなくてもいいんじゃないって、クソをストップするフィアなのか、ね、これは本当に自分でも分かると思うんですよね。だから今までやったことのないこととかに挑戦しようと思って、でもちろん結果だってすぐに出なくて、それはもう本当に当たり前だし、そこには努力とか、ね、努力があっての結果っていうところもあるし、もう本当になんか人生ってすっごく深い、簡単なもの全てが簡単にうまくいったら人生って本当に面白くないし、そこにストーリーも生まれないし、なんだか本当になんかこの私たちのこの生まれてきている目的とかっていうのをすごい考えると、本当になんかワクワクするし、皆さん一人一人持っているギフトがあって、でまだそのギフトをねオープンしていない人、または本当はそこにあるのに無視している人、いろいろいると思うけども、言いたいことは You are enough. You have everything. You are just perfect the way you are. You have everything you need to take the action. そのアクションがね、大きくなくてもいいんですよ。ちっちゃくてもよくて。You have everything. You got the mind. You got the heart. You got the soul. It's perfect. だからね、これから決断をして何かをやろうって思っている人たくさんいると思う。で、そこでね、怖いなって思う人もたくさんいると思う。But here's the thing. You don't have to do this alone.、ね、こういう風にしてつながれる仲間もいるし、オンライン上で本当にベストフレンドが生まれるっていうこともあるし、なんか本当に制限がないって、こう国が、同じ国にいなくてもこういう風にしてお話ができるし、Like, what is this? What a beautiful world, isn't it? で、本当に今日すごくね、今思ってるんです。で、今日のゲストの、ね、方も、今日はゲストが2人いるんですけれども、彼女たちもやっぱり自分にもね、何かできるんじゃないかっていう、そんな思いから始められた行動。そして、お二人のね、出会い方っていうところも、まあ、ポッドキャストの初めでお話ししてるんだけれども、It's just so beautiful. That's all what I want to say. ちょっと長くなっちゃったけども、This is beautiful and the fact that you are listening to this episode and you're taking the time to really taking the time to listen and just be here with me.Like, that itself is so incredible, and I don't even know what to say. It's more than just a thank you. Like, can I create a new word that's like, thank you for times, like, gazillion, million, gazillion words of thank you. Like, I don't even know how to say it, but just sincerely, I hope that you can feel it. I hope you can really feel my feeling and how much I appreciate it and how I feel about this world, the relationship and everything is just so beautiful. Okay, so I'm just gonna stop talking and I'm gonna introduce you guys. Actually, I want you to just listen to our conversation. It is just gorgeous, amazing. So enjoy my conversation with Kaho and Emily. Welcome to Her Confidence Her Way podcast. How are you ladies doing? Hi. Hi.
Thanks for having us. Yeah, so it's cool. I have actually two guests. I have Kaho and Emily today. So thank you so much for coming today. Oh, thank you so much for having us. Yeah. Okay. And then this episode is going to be, we're going to speak in Japanese, 日本語で話すけれども、you will hear English here and there, like you guys always hear how I talk. So that's how we're going to do this. では、じゃあまずはじめに、お二人の、まあ、もちろん、個人的な自己紹介っていうところと、プラス、あの、皆さんのそのプロジェクト、What is your project? And tell us more about it. はい。あ、じゃあ、エミリーから自己紹介する？あ、私から？はい、エミリーです。今、大学生で、大学4年生で、もうそろそろ卒業するんですけど、心理学専攻で、はい、まあ、いずれかは、そういうカウンセラーだったり、コーチのお仕事をしたいなって思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。カホです。私は、大学ではメディア学とかアイデンティティ学っていうのを勉強していて、今はメディアマーケティング系の企業に、普通に会社員として勤めています。で、まあ、その一方で、ちょっと個人的なプロジェクトとして、インスタでボディプラスジャパンっていうアカウントを持っていて、まあ、そこで、ボディポジティブだったりとか、セルフイメージの、ポジティブな受け取り方っていうのを発信して、ちょっと書くことも好きなので、ウェブサイトでも、ライターとしてちょっと発信をしているっていうような、個人的な活動をしています。で、今回私と、エミリーがコラボレートしているその心の拠り所っていうプロジェクトについてなんですけど、このプロジェクトは文字通り心の拠り所を提供するっていうテーマで活動しているプロジェクトです。で、具体的に言うと、メンタルヘルスだったりとかセルフケアをテーマにしていて、でポッドキャストや、まあ、インスタグラム、TikTok 等 の, SNS で発信もしています。で、まあ、それに加えて、ちょっと私たちが力を入れていることが、メンタルヘルス教育を小中学校に導入しようっていう署名活動をオンラインで行っていて、それもプロジェクトの一環としてやっていることになります。わあ、これが本当に、まあね、もっともっとこのプロジェクトのこととか、お話ししていきたいんですけど、私がまず気になったのが、お二人？So how did you get to know each other, Kaho-san? So funny! Oh my gosh! Yeah, tell us. You're never gonna, もう多分信じられないぐらいなんか本当に偶然すぎて、Do you know Bumble? Bumble? The app? Dating app. Yeah. なんかそれの友達版があって。Oh, that I did not know. Okay. そうで、たまたまマッチして、友達、多分お互いなんか探してて。で、全然そのお互いメンタルヘルスに興味あるとかも知らずに行ったら、なんか心理学っていう話題が出てきて、おー、すごい、なんかお互いそういうのに興味あるんだってなって。おー、わー。友達も本当にオンラインで作れて、でも本当にその時代って本当にでもその時代ですよね。だって特にコロナとかでもそんなにね、簡単にこういろんなところで方法いない、いろんなところでこう出会うとことかもないし、職場での、ね、お友達っていうのもできるかもしれないけど、それもなかなかやっぱ本当にこうファッションがある会社で働いていれば、やっぱ同じような思いのある人って出会えるけど、なかなかそういうのもないから、そういう時はやっぱ本当にね、インスタグラムじゃないけども、そういうソーシャルメディア、SNS っていうところも本当にありですよね。そうですね。なんかエミリー以外にも個人的な活動してるってさっき言ったインスタで出会った人とこう実際会ったりとか、こう仲良くなって同じパッションを共有してるってことがよくあるので、やっぱネットでの出会いってちょっと怖いイメージもありますけど、なんかコモントピックがあれば全然
いい友達になれると思う。うんうんうん、いや、なんか、私すごいそこ、ちょっと、本当に今日の話すべきとか、ちょっと全然違うかもしれないけど、昔は、そのネットで人と出会うの怪しかったはずで、なんでかっていうと、やっぱりその、まあもちろん今でもフェイクアカウントみたいなのって使えるけれども、やっぱり、こう、例えばインスタグラムとかだったら、やっぱライブだったりとか、リールとか、もうビデオを使ったものとかってやると、やっぱ本人がやるしかないじゃないですか。だから普通に、なんていうの、フェイクアカウントなんか写真ばっかりがあるとなんか、どうなんだろうっていうのあるけども、こうビデオで実際本当にその人が動いて本当にお話をしているのを見たら、怪しいとは思わないっていうか、逆にお隣さんで話したことない人の方が怪しい気がする。本当にそんな感じなので、ね、今の時代は全然なんか怪しい、まあ、本当に使い方によってはだけれども、うんね、この本当に本人が話してるところとかしっかりともうずっとずっと見ているんであれば全然怪しくないんじゃないかなって、うん、思うんですけど、なるほどね、そう言ってお二人が出会ったんですね。Oh, that is so cool! OK! で、じゃあそこで出会って、心理学、Oh my gosh! ってそうなって、で、そこから、How did this project happen? Like, why did you start this program and what are you working on right now? このプロジェクトは、実は、カホが先に考えたもので、で、後から一緒に、ポッドキャストかやらないって誘われたんですね。で、なんか誘われたのが、本当に1ヶ月前ぐらいだったんですけど、その時は、カホは、まあ、署名活動を始めたいって教えてくれてて、で、それがメンタルヘルスリテラシー教育というのが、その、まあ、心の健康を保つ方法だったり、その、精神疾患を予防することにつながるっていうことから、その小中学校の教育内容に含むように、まあ、要請。するもので、まあ、カホも、さっき教えてくれたんですけど、で、私はそれを聞いて、なんか、おー、来たって思ったんです。なんか、私も結構、それ、大学の1年生から、この教育が本当に重要だなって感じて、で、なんか、誘われた時になんか少し運命を感じて、で、まあ、私とカホは、その、まあ、その、アプリで出会った時からは、その、お互いがメンタルヘルスに関して、まあ、熱心で、なんかお互いの、そのメンタルヘルスのチャレンジだったり、なんか、心を大事にするっていう課題は一緒だったから、その、つまずきながらっていう感じで、その、こういうのを学べば学ぶほど、これは絶対できるだけ若い頃から学んでれば、今頃そこまで苦労せずに、なんか心の健康を保てるんだろうねっていう考えが、まあ一緒だったり、その実際データからも、カホがいろいろ教えてくれたんですけど、なんか例えばその精神疾患を持つ人の半分ほどはその14歳までにはもう発症しているというデータがあったり、なんかそういうことから、そのメンタルヘルスは、まあ人生の、まあ質を本当に無意識に左右することだからこそ、その重要性をみんなに知ってほしいっていう、なんか強い願いを、なんか私たちは持っていて、で、まあ、ポッドキャストも、まあ、署名活動のためでもありながらも、お互いが楽しく、そういう、好きなことを語りながら、なんか誰でも聞いて励みになるような、なんか友達感覚で聞けるような、ポッドキャストを一緒に作っていきたいねって話してて、なんか結構、でも結構その、メンタルヘルスって聞いたら堅苦しい感じかもしれないですけど、本当にカジュアルで自由な感じで、なんか語ったり、なんか日常の悩みだったりチャレンジを話して、まあ、リスナーの皆さんとなんか心を大事にするっていう旅を一緒に歩んでる、感覚を、与えることができたらいいねっていうのを話してて、なんか、ポッドキャストを、やってます。で、
そういうのをやりながらも、なんか、そろそろ二人で、なんかサポートグループを作ったり、なんかオフラインイベントもやりたいねって、ちょっと話している段階です。なるほど。じゃあ、あくまでも、聞いてもらいたい人っていうのは、まあもちろん、小中学校だから、もちろん親御さんが聞いている、ね、小学生も、もしかしたら小学生のポッドキャスト聞いてることもたくさんあるんだけども、中学生でも。なるほど、なるほど。で、まあもちろん、その、ね、やっぱメンタルヘルスっていうことも、本当につい最近、日本でも、最近はまあ、よくは見ないかもしれないけど、でもわかんない。そういうことを意識してるとよく見えてきちゃうんだけども。でもやっぱね、こう、そう、メンタルヘルスのことをお話しされてる方もやっぱりいると思うんだけど、これじゃあ、カホさんが、やろうと思ったわけで、これは、どうしてそこに目をつけたんですか？きっかけは、なんかいくつかあるんですけど、まあずっと、社会に変化を求めてる自分はいて、そういうパッションがあって、でその変化見たい、望んでる変化に対して私も貢献したいな、何かしなきゃなっていう気持ちがずっとぼんやりとあったんですね。で何ができるんだろうでもって考えてた時に、2つのニュースを見たって言ったらいいかな。で1つはちょっとお話に出してしまって申し訳ないんですけど、署名活動をやってる別の団体さんがいて、でその方たちがやってることが、その、ま、ボディポジティブというか、ボディアクセプタンスに関わるような署名で、でそれを見て、すごく共感して、オーマイガールって思ったんですよ。で、それを見て、取材の内容とか、その団体の見てたら、その子が私より若い方が始めていて、でそれを見て、すごく感銘を受けて、あ、私もなんか、これで何かした方がいいかもできるかもって思ったのがまず一つのきっかけで、それと同じぐらいのタイミングでニュースで2022年度から高校生に向けて高校の保健体育の授業で精神疾患についての内容を追加しますっていうニュースを見たんですね。で、それがすごいいいニュースだなっていうふうに思いつつも、やっぱりさっきエミリーが言ってくれてたみたいなデータがあるので、高校生じゃ遅くないっていうのがすごく自分の中で違和感であって、あ、これ何かしたいかもっていうふうに思って始めることにしました。なるほど。このメンタルヘルス、メンタルヘルス・リテラシーっていうこの言葉自体、これって、まあ、私は今アメリカに住んで、まあエミリーも今、エミリーは今日本でしたっけ？アメリカにいるんでしたっけ？あ、日本にいます。日本。そうか。アメリカだと結構普通に耳にするものだから、なんか、あ、はいはいはい、まあ、当たり前ではないけれども、like, it's like, it's just a, like a normal thing, right? だけども、日本の文化とこのメンタルヘルスとかのその教育についてって、全くもう本当にほとんどの人が知らない状態なのか、それとか、なんかどうですか？だからこのプロジェクトをやっていって、そういう、その言葉に対してのなんかやっぱり理解度がなかったりだとか、協力がなかったりだとか、なんかいろんなね、こう、ロードワークスだったりとか、ロードワークスなんていうの、こう、障害物みたいなのがあったりとか、こう、ね、難しいな、チャレンジみたいなところもあると思うんですけども、どういうところが難しいなっていうふうに思いました。やっぱ行動をとってみてそういうのって見えてくるものもあると思うんですけども、それかもしかしたら難しくなくてもうスムーズにみんなの協力をもらってるのかもしれないんですけど、その辺どうでしょう？私自身はその結構メンタルヘルスとメンタルヘルスっていうニュアンス、まあ、ニュアンスは一緒なんですけど、その雰囲気とか伝わるイメージが違うと思うんですけど。え、それは、日本語で言うのと、英語で言うのと、はい。I understand what you say. Yeah. はい。で、よく、Oh, yeah, my mental health is not that great. とか、なんかもう普通に、そんなに仲いい友達じゃなくても、結構軽く言ったりするんですけど、なんかアメリカにいた時とかは。もう日本でメンタルヘルスっていう言葉を自分でも聞くと、なんかちょっと
難しそうな言葉に聞こえたり、それってなんだろうとか、ちょっと怖いとか、なんかちょっとスティグマがあるような気がして、最初、まあそれ以外に使う言葉があまりない一方、なんかもっとみんながもっと知りたいって思ってくれそうな、言葉ないのかなってすごい悩んで、結局結構メンタルヘルスって使ったりしてるんですけど、多分ちょっと近づきにくいのかなっていう、まあちょっとチャレンジは感じました。なんかでもわかります、そのメンタルヘルスって。なんか私も昔日本にいた時は、日本にいた時じゃないな、日本に一回帰った時があっても、それもかなり前の話なので、私もそういうなんていうんだろうな、なんかやっぱその自己成長とか自己啓発とかそういうところを学んでくると、もっともっとすごくオープンになって、そういうメンタルヘルスかっていうのとかもなんか学び始めたんだけれども、その前っていうのはもう本当に私もコーポレートで働いて、もうゴーゴーゴーレッツゴーレッツゴーみたいな感じの人だったのであのなんて言うんだろうな、たまたま日本に帰った時に、あのお友達というか同級生の、なんて言うんだろう、合コンじゃなくて、なんだっけあれ、あの同窓会ですか、あ、同窓会、いや同窓会、合コンと違う同窓会があって、でそれで一人の子が今なんかメンタルヘルスで、あ、違う、ディプレッションだ。ディプレッション、でもディプレッションって言って、これ日本語で何て言いましたっけ、ディプレッションって。うつ病？うつ病、そうそうそう、うつ病でっていうふうに話して、このうつな状態っていうのと、メンタルヘルスっていうのが、これってくっついているのか、それともそれはなんか別のことなのか。私はだからなんかメンタルヘルスイコールなんかそういう鬱になって、もうなんか頭ちょっとおかしい人がそういうメンタルヘルスになるみたいな、私はもっとそっちだと思ってた人が、今は全然そういう考えないんだけども、本当に周りに情報がなかったから、なんか鬱の人とか、なんか精神的におかしい人とか、精神的に病んでる人とか、なんかそういう人がメンタルヘルスっていうのが必要なものだって私は正直ね、当時の自分は思ってたんですよね。そうですよね。だからカホさんはどうですか、何かこう難しいなとかってこう思うことあります？そのメンタルヘルスっていう言葉に関しては、本当にエミリーが言ってくれた通りで、あのスティグマは未だにやっぱりあると思っていますね。ただなんか一方で、ちょっと私のお母さんと話したりとかして、あのお母さんの時代、20年30年ぐらい前と比べたら、やっぱりあの自然な感じで、あの今の若い世代はあのちょっと体調悪くて、まあ、クリニック通ってるんだよねとか、あと一時期そういう時期があったんだよねみたいな話は、結構出なくはないけれども、一方があの打ち明けたら、あのあ私も実はみたいな感じで、そういう人多いって気がつくっていう感じで、なんかどちらかがこうシェアしなければ始まらない、ずっとなんか隠してるような状態。なるほど、だからこそこうもっとオープンにセーフスペースでお話しできるようなところを提供したいというふうになってるんですね。私から見て、このメンタルヘルスリテラシーの教育がなぜ必要かっていうふうに聞いていただいたんですよね。でやっぱそれって、私はね、その14歳までにそれがフォームするっていうのは知らなかったけれども、やっぱり特に今の世代の子って絶対必要だと思って、私の世代っていうのはSNS、 ソーシャルメディアとかっていうので成長していかなかったから、そういう他人が何してるかとかそこまで全然知らない状態だけれども、本当にいろんな意味でもう本当にこのね、スマートフォンってめちゃめちゃこう便利だし、ありがたいし、いろんな人と、さっきね、お話したようにコネクト、人とコネクトできるって素晴らしいところなんだけども、それと同時にやっぱりメンタルに来るようななんか悪影響のものもここに、特にこのボタンにあるじゃないですか、カラーのボタンとかに。でも本当に今もう小学生の子だって電話、ちょっと日本わからないけど、アメリカとかね、小学生の子だってスマートフォン持ってる、お母さんからのお風呂使わないものとか持ってたりとかもするから、なんか、だから、まあもちろん高校生だともっと理解とかって増えるのかもしれないけど、でも逆に本当に小中学生が
もっともっとそこの時点から、もっと早い時点からこう理解しておくことで、それが本当に当たり前で、それで本当にそれも話していて、it's okay だし、it's safe だし、it's part of it。もう本当にこれがもう part of、なんていうのかな、この it's part of self-care だし、it's part of self-love にも絶対つながってくるとは思うんですよね。だからなんか、なんだろうな、メンタルヘルスっていうところではなんか、この、自分がもうダメなになっちゃった状態になるから、ちょっとメンタルヘルスのとこチェックするんじゃなくて、もうこれはなんか常にチェック、なんか車に例えると、車だって年間になんかチェックアップっていうのがあって、それをやってるからこそ壊れるのがをプレベントする。なんか壊れるのが、プレベントするって何て言うの？防ぐこともできるし、うん。だからもう本当にもうなんか、もう壊れた状態になったら It's game over だから、なんかそういうのっていうのは本当にもうセルフケアの一部として当たり前になるのがいいと思うし、そういうのはやっぱ目で見て、その当時小学生とかもしかしたら何かっていうのもまだわからないかもしれないけれども、その言葉を目で見ているだけでそれが It's part of our life ってなると思うので、だから小学校、中学校、から、教育ってすごい納得だなって私は思ったんですね。だから、うちの子供とか小学生で、例えばね、多分、エミリーこれ知ってるかもしれない。レッドリボンデイって知ってます？赤いリボンのウィーク。レッドリボンウィークって知ってます？ドラッグ。すごい、絶対あったんですよ。なんか、今思い出したんですけど、なんかちょっと覚えてなくて、何の意味があったのか。そう。ネットリボンウィークって、だからその要するにドラッグのアウェアネスなんですね。はい、ドラッグのアウェアネスあるんですよ、ね。そう。でね、1週間ごとになんかテーマがあって、I am too cool to do drugs みたいな感じで、So wear some cool sunglasses today みたいな感じで、毎日だから、ドラッグのこととはめちゃめちゃかけ離れてるし、そこまで小学校はそのドラッグのことは教えないんですよ。そこまで。でしかも親としても、いや、そんないきなりそんな小学生にドラッグなんていう言葉を今更そんな提示されても困るって私思ってたんですね。なんで小学校でと思ったけれども、でも、ポイントっていうのは、そのやっちゃダメだよっていうそこじゃなくて、it's just awareness。だから、小学校の時は、like, kick drugs out of our life みたいな感じで、そのなんかテーマが毎日あって、で、子供は分かってないんですよ。ただ単にその意味は分かってないけれども、今日は theme day で今日は wear red、right? 赤い T シャツ、赤いお洋服を着る日。でそれで、そういうのを本当に小学校ね、6年間で、中学校でもやるでしょ。だからそうすると、自然とそれが、なんていうのかな、この、ドラッグをするのが当たり前ってそういうこと言ってるんじゃなくて、そのアウェアネスが当たり前になってくるから、だから私は本当に小学校とか中学校で、やるの本当に大切だなって今本当に思いました。だから、でも逆に本当にこういうふうに私がこうリフレクトする時間を与えてくれてありがとうございました。いやー、OK。で、じゃあ、これからっていうとこなんですけども、What is your vision? Like, what are you envisioning? そうですね。なんかこのプロジェクトは、なんか一応、ミッションというか持ってるものは、なんかセルフケアをすることが当たり前の社会を作ることに貢献するっていうのがミッションにあって、今エミコさんがおっしゃってくださったことをまさにすごい共感しながら聞いてたんですけど、で、まあ、そのミッションビジョンのもとにいろんなことできると思ってます。でさっきエミリーが言ってたみたいに、なんかポッドキャストと署名とか、なんか一見なんか何の関係があるのって思うかもしれないんですけど、でも私たちはその署名ではもちろんその教育を導入したいっていう目的でやっていて、ポッドキャストは聞いてくれてる人がそのなんか心の拠り所になるような、もう聞いてるだけなんか安心できるなって思えるような、そういうポッドキャストを作りたいなと思っているので、だからなんか it kind of makes sense to us、 だからやっているし、まあ、これからも同じミッションのもとにオフラインのイベントだったりとか、まあ、ワークショップだったりとか、何でもなんか自分たちの心にすごい、なんていうんですかね、納得できるものだったら何でもやりたいなと思ってます。ありがとうございます。本当にね、ポッドキャストっていうところからもやっぱりアウェアネスも本当に広がると思うし、これからもっと本当に、ポッドキャストってすっごいある意味、なんだろう、
いろんなオポチュニティくれるわけなんですよね。だから今もこれこういうふうにして始まってるけれども、もしかしたら who knows next year you guys are at something even bigger, right? Like we don't know. So, so many opportunities. And tell us what we as a listeners, like what can we do to support you guys? どういうふうに何がサポートできるかぜひ教えてください。今このポッドキャストを聞いてるリスナーさんたちが今すぐできるアクション。Emmy, you want to answer that? Oh, okay. そうですね。今、署名活動してる最中で、本当に1分以内に終わるのかな、署名は。で、change.org で、アクセスできるんですけど、それを一瞬だけ、署名していただけると、本当に、嬉しいです。で、もし詳しく、もっと、どういう活動なのか、知りたければ、その署名のページにも、詳しく書かれてるので。うん。Perfect. それの署名のリンクをゲットするのは、この心のアンダーバー、よりどころで、インスタグラムのアカウントから行くのが一番ベストかな。あ、そうですね。そう、ね。プロフィールにリンクツリーを貼ってるので。OK、Perfect。うん、リンクのバイオ、プロフィール、バイオのところ、プロフィールのところにリンクがあるので、URL のね、青くなってる部分があるので、そこをポチって押すと、一番上のところに署名、メンタルヘルス、リテラシー、教育を小中学校にっていうのがあって、でその下には、ポッドキャストが聞けるようになっているので、今お話ししていてくれたことっていうのはね、すべて持ってくると思うんですけど、今50名達成して、何名必要なんですか、ちなみに。必要っていうのは特に、署名です。うん、ただ、ゴールは一応5000人を。Okay.Yeah, we can definitely support, right? もうぜひぜひポッドキャスト聞いてる方を本当にもうすぐに終わるそういうもうめんどくさいとか思うようなものではないので、ぜひぜひ本当に私たちの未来っていうのは、まあ、私たちも未来作るけれども、本当にもう次世代の子たちにかかってる、私たちがこうね、おじいちゃんおばあちゃんになった時にはもう本当に次世代の人たちがサポートもしてくれるところもあると思うので、 Let's take care of them, rightYes, yeah. About sisterhood, right? Like, let's take care of the next generation. So we still can do things to support. So that's amazing. Okay, is there anything else that you wanted to say before I move on to the power questions? You guys are good? I think I have one. ちょっとそのビジョンのところで、個人的にすごいこの1年間強く感じたのが、まあそのコロナ禍で、本当に苦しんでる人、誰にも言えなくて苦しんでる人多い気がして、孤独を感じて、でも例えばその孤独を感じて当たり前って思っちゃったり、まあ別に、なんだろう、苦しんで誰に言うのとか、なんか、まあいろいろそれぞれ抱えてる何か、なんか心の中にあるものあると思うんですけど、なんかその人、たちにも、なんだろう、ここにサポートあるよっていう風なメッセージを送りたいなっていうのは伝わりました。本当ですよね。当たり前じゃないんですよね。If you don't feel something wrong, there means it's something's wrong. Yeah, exactly. It's okay to say it too. 本当にだから、おかしいと思ったら、それはサインだから、体が出してくれてるサインだから、それをこうブラッシュオフして、いや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 とか、ね、そんな弱み入っちゃいけないとか、いろいろそういうことじゃなくて、サインだから本当にそれを受け取って、しかもそれを本当に誰かに言う、またサポートもらうって、これは全然当たり前のことだし、that's a priority だと思うし、うん。いや、本当にまさに私もそれは大切だと思います。Yes, thank you! Okay! ではでは。Are you guys ready for her confidence, her by power questions? I'm excited. Okay. Yes. All right. So, can you guys maybe take turns for the questions? Yes. Okay. So, first question. 誰かな？一番目のクエスチョンは誰が答えます？あ、じゃあ私？あ、カホ。カホさん。Okay. So, じゃあカホさんにとって。カホさんにとって自信は何か、そしてどのようにして自分を信じてあげていますか？あ、
私にとって自信はなんか自分との信頼関係によって生まれるものだと思ってて、なんか自信をつけるとかよく言うので、なんかすごい外から身につけるものみたいなイメージがすごい出ちゃうと思うんですけど、まあ私にとってはあの like being secure in my skin、 like 自分の中で自分自身の中で心地いいって感じる、安全って感じるっていうことだと思っていて、なんか何があっても自分は大丈夫、なんか絶対いい方向に進んでいけるっていうことを知っていて、なんか自分にすごい身を委ねているっていうようなイメージです。 Beautiful. Totally. No, 本当にそう。外にも答えはない。もう Everything. We already have everything. Yes. Okay. Perfect. ではでは、Emily, next question, right? パッション。Emily にとってのパッションは何でしょう？ああ、そうですね。まあ、まあ、メンタルヘルス、まさに。私のファッションで、でも具体的に言うと、なんかまあ最近では東洋思想だったり、あとはちょっと、難しい分野なんですけど、まあ、神経系like the nervous system とそのメンタルケアの、まあ、関係性だったり、なんか あとはその NBC って言って Non-Violent Communication。 Yes, I know that one. Yep. Yeah, yeah, I'm learning that right now. And まあ、感情とその裏にあるニーズを認識するコミュニケーション法で、なんかそれその3つ結構今熱心に勉強しています。で、まあそれ以外にもなんか結構ジェンダー問題とか人種問題について関心があったり、うん、音楽も結構自分のファッションでもあって、なんか作曲とピアノとか、okay. ダンスも私にとって大事な存在。ダンスはどういうダンスですか？ダンスは、結構これを中心のヒップホップだったり、うん、まあ、いろんなジャンルちょこちょこやってるんですけど。You're so creative. Yeah, yeah, I'm very passionate about like my creative side. Yeah, so. Yeah. Oh, okay, that's amazing. Perfect. Okay, ではですね、next question is gonna go to Kaho. Okay. Limiting beliefs. いろいろね、まあ、今日メンタル。ヘルスってところ話したけど、メンタルブロックっていうところもね、メンタルブロックのところでも勝手なね、制限とかっていうのをつけたりしちゃうと思うんだけども、カホさんにとってどんな limiting beliefs、どんなこうブロック、勝手な思い込みがあって、そういうのがあったときにはどういうふうにして乗り越えているか。なんか私がずっと自分で勝手に思い込みをつけてたものは、That I could never change っていうのが一つあって、まあ、私は変われないし変わりたくもないっていうふうに思ってたんですよね。でなぜなら変化は敵だと思ってきたから。でもなんか今はすごい変化することにしかなんかカウントオンできないというか、変化するってことしか未来を知ってることがないです。なんか日本語おかしいですね。未来は変わっていくってことしか知らなくて、なんかそれ以外のことは何もわからないじゃないですか、私たち。 We never know って思うから、なんかもっと変わりたい、もっと進化したいっていうふうに今は思っていて、でなんかどうやってそれにたどり着いたかって考えたんですけど、なんか一つの考え方があって、なんか10年後全く同じ服を着て、なんか全く同じ部屋に住んで同じルーティンで同じ人たちと何の変化もない生活をしたいのって自分にこう問いかけた時に絶対、答えはノーだと思うんですね。だからそれを考えたら、もう変化が敵なんて思う必要なくて、絶対変わりたい、変わりたい常にって思えるように。Perfect. Oh my gosh, I love it. 本当にそのビジョン化するの大切ですよね。そうすると、It's gonna hit you like a brick. Yeah, perfect. Okay, ではでは、Emily にとってこう制限のないライフを生きているバージョンって、Emily はどんなバージョンの Emily がいます？そうですね。心
のゆ、とにかく心のゆとりがあって正直に生きています。で、まあそれは、まあイエスはイエスで、ノーはノーでちゃんと言えてる自分で、あの自分の願いに素直に生きて、なんかそれを通して周りも、その周りの心も大事にできている状態で、で、そしてその結構のんびりっていうキーワードが私の中では自分の幸せとして感じていて、で、その未来のことばかり、あの考えてるだけではなくて、その今の自分の心を満たすように意識して動いてることで、うんうん、まあだからもうこの一瞬一瞬を自分のものにしていて、なんかそんな心の状態かな。いやー、それ so beautiful。 本当にそうですよね。Oh, I love it. Thank you, thank you, thank you. ではでは最後なんですけども、 Okay, so this question goes to Kaho. Is it okay?Do we want to both answer that? Well, actually, the last question is, what is one thing you want to tell the audience or the listeners if they're wanting to get the results they want, but they're not seeing the changes that they want? What do you want to tell them? I love that question. いきなりなんですけど、なんか私の好きなドラマのシーンで、ちょっと女の子が、so, I don't know whatI want to do みたいな、 I feel so lost っていう感じで落ち込んでるシーンがあって、である人がなんかその子に、どんだけクレイジーなことでもいいから、あの自分の人生でやってみたい、成し遂げたいと思うことって何って聞くんですよ。でそしたらその女の子がなんか貧困を終わらせたい、 I want to end poverty って言うんですよね。で そしたらその質問した人は全然笑ったりとかもせずに真剣な顔で、あすごいいいじゃんって。だったらなんか every decision you make from now on should be in service of that って言うんですよね。なんかこれからする選択、これからする人生の選択、全部その目標に向けてのどうしていくか、そこを達成するまでの道のりとして捉えないといけないみたいな。でなんか私それを聞いて、すごい小さい決断でもなんかゴールが明確だったら、なんかどんだけ小さい、もう毎日のステップでもなんか着実にこう進んでいけるようになるなってすごく思ったので、なんか自分のビジョンをクリアにして、そこに向かって私はやっていくんだっていう、でそれに向けて毎日決断していくっていうことが始められることだと思います。 Well, that's, I love that story. Which, is it a movie or like a, just a regular TV show that you watch? Yeah, it's a drama series. Oh, okay. From, is it an English one or the Japanese one?English, how I met your mother. Oh my gosh! Of course, sure. I love it. There are so many great quotes from that TV show, but I love it. Oh my goodness. You guys are like filled with passion, and I can definitely feel you are like, I don't want to say like an energy, but it's like,you have that like really, really, really like burning desire to change the world and change the culture, the Japanese culture. So I could definitely feel that. So thank you so much for what you do, because it's not that easy to start something like this. Yeah, so you're doing... Oh, it means so much to me. Yeah, you guys are doing such an amazing thing. And sometimes you feel like it's just like you're not moving forward, but...you're certainly surely moving forward. So yeah, and this is gonna help and serve so many people, and you have no idea. So thank you. Oh, thank you. Yes. Okay, so one last thing. So let's remind people what they need to do like right now. Yeah. Hi. Sorry, I thought Emily was going to answer the question. Oh, yeah, sure. If you want to tell people, go ahead. Do you want to tell question? Something? The last, very last question. People, and then remind them what they need to do. Okay. I did, like, kind of prepare a small message for the listeners, but...I just wanted to say, like, その、きっとこれ聞いてる方たちは、なんか絶対、聞いてるからこそ、なんかちょっと自分に厳しい部分があることを想像してるんですけど、
なんか私もそうで、カホもそうなんですけど、多分そうなんですけど、自分に対するなんかスタンダードが高かったり、まあ、常に成長したいっていう姿勢で物事を考えてるんじゃないのかなって思うんですけど、まあなんかその大丈夫だよとか、力抜いていいよって言いたくて、なんか I'm so proud of you just for showing up today って言いたくて、まあ今日ここにいて、なんか前に進もうとしてるだけで本当に偉くて、なんかその一歩を認めてあげてねって言いたいし、まあ自分を心から愛すること以外ではなんか本当の変化はないと思ってて、まあ、常に自分を許しながらなんか自分の可能性をなんか信じてあげてねってなんか伝えたかったです。いやー、that's beautiful。本当に私がねやってるメディテーションの中で、まあ、いろんなメディテーションやってるんだけども、gratitude meditation、私の好きなやつがあって、それでねいつもやるのが、まあ、もちろん目つぶってこうなんかこう手に胸を当てて、で大きく深呼吸をして、その時に言うのが、Thank you, なんだっけな、こう、Thank you for being myself today. なんか自分に本当に自分がここにいるっていうことにもすごく感謝もするっていうところとか、あとは、like, I am so grateful that I get to show up as me っていう言葉があって、もうそれがもうすっごい大好きで、もう朝起きても絶対 I'm so grateful that I get to show up.Wake up as me and show up as me っていうのもすごい好きなので、like, yeah, I love it. Thank you. Okay, so Instagram, one more time. Let's see. I'm gonna, 心のよりどころ。お互いの一人一人のアカウントもあるんですよね。カホさんは、カホさんの自己愛。Right? Body, underbar plus, underbar Japan っていうのがあって。Emily, what do you have your account?一応、公開してるのは、その、最近始めたばっかりの、まあ、そのメンタルヘルスを発信してるアカウントで、A 文字で、safespacejp、うん、そのまま、検索していただけたら出てきます。でも本当に始めたばっかりなので。Yeah, perfect. Okay. I just followed you too. All right. Well, so don't forget, 署名ね、皆さん忘れないでくださいね。本当にね、もう短い打ち合わせの中、こうやって来てくれてね、時間を作っていただいて、本当にありがとうございました。Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you so much. Yeah. Thankful that you guys are doing this. I'm so thankful for this connection. So thank you.Yeah, it was great being here, and you're like an amazing host, so. Thank you. All right, so have a wonderful day. Bye-bye. Bye.